自民党長尾隆よろしくお願いいたします。1時30分より高い高台設置されます。維新の偉いさんの地元でしょ。そう、これほど安倍さんのほどではなくて、安倍さんの時は高市先生がもうすぐ来られます。高市先生が、私は皆さんと同じ目線で訴えたいということで、今下の方に台を作らせていただきました。みかん箱を用意してておっしゃったんですけど、みかん箱探してもないんです。だからちょっと送らせていただきました。長尾先生も一緒に降りていただいて、同じ目線で皆さんとお話をいただき、お訴えをさせていただきたいと存じます。どうか皆さん、熱い熱い思いを聞いていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。自民党公認候補長尾隆でございます。今日お昼の出づらい時間にこうして多くの皆様にお集まりをいただきましたことを心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。選挙戦のあとしかありません。西川典文仙台本部長をはじめ後援会の皆さん、地方議員の皆さん、業界団体の皆さん、ボランティアの皆さん、あと2日です。あと2日、何としても国会に送り出していただきますよう、皆さんの力強いご支援よろしくお願いいたします。歓喜10年務めさせていただきました。衆議院選挙も7回目です。しかし今回の選挙は過去の選挙比べて大変な逆風をこの体で選挙戦中感じております。吉村知事、松井市長のこの大阪維新のブランディング力、ものすごく静かなるプレッシャーを感じております。大変な勢いで大阪全域を刷り込み、自由民主党の灯火が今まさに消えつつあるという危機感を持ちながら、今この瞬間もマイクを取らせていただいております。しかしこの与えられた環境の中で、皆さんの力強いご支援をいただいて、何としても国会に戻らなければいけないという心の支え、エネルギーをくださったのは皆さんです。本当にありがとうございます。先日安倍元総理が来られた時は、少々心の内をさらけ出しすぎ感極まりました。今も同じ気持ちでありますが、今日ちょっと違う話をします。私の専門は社会保障制度でありますが、先ほど松川るい参議院議員からお話がありました通り、我が国を取り巻く国際情勢は今深刻であります。この瞬間にもロシア海軍、中国海軍が大隅半島、津軽海峡の縦横無尽に行き来し、日本に対して大変な牽制球をかけております。選挙なんかやってる場合かというようなメッセージにも聞こえます。我が
りには緊急事態条項がありません。衆議院議員が今この瞬間にない中、もし有事が起きれば、どんなことが起きるのか、これをもっともっと情報発信しなきゃいけないというお叱りの言葉も多々頂戴いたしました。生活に安心と安全を作り上げましょう。コロナ今の経済対策をしていきましょう。健康増進をしていきましょう。本当に我が国は幸せで豊かで世界が羨む国家になったと思います。しかしこれまで我が国は海で守られてきました。海外はこの事態において日本の危機感を試しているのではないかと思っております。安全保障が確立されていなければ私たちの当たり前の日常生活はそこに存在しないんです。私は特にこの5年間対中政策をやってまいりました。日常生活が当たり前に与えられた日本は幸せではありますが、ある一つで命を奪われる、生活を奪われる、言語も奪われる、そんな時代なんです。今は中国共産党がチベット、ウイグル、南モンゴルを軍事的に侵攻をして勝手に攻め入り、自分の国にしてしまっているではありませんか。私は尖閣諸島に5回行き、中国が明らかに我が国を取りに来ているということをこの体で実感をしております。10時間追いかけ回されました。どこかの国の話じゃないんです。我が国の話なんです。私は中国共産党から人権弾圧を受けている人たちの命を守りたい。そしてそれは今チベットでお坊さんがこれに抵抗し焼身自殺を繰り返しています。ウイグルでは100万人以上のウイグル人が強制労働を誇られています。子供たちが臓器を抜かれ道端に捨てられています。私の同志であるウイグル人のグレッサン・エズスさんが私にこう言いました。私たちのウイグルが中国に迫られる時の姿と今の日本がすごくよく似ているということを、日本が今のウイグルのようになってもらいたくない。そして私たちは今この瞬間そのような危機にあるということを共有しなければいけないんです。長尾隆やチベットウイグル南モンゴルのこと、何か他国のことをやっているんだというお叱りを受けることがあります。しかしこれは我が国が将来そのような国にならないようにするということなんです。これは大阪14区のすべての有権者の皆様に果たしてどこまで伝わっているのか、届け私長尾隆の思い、そんな思いで選挙戦をやらせていただいております。どこかそういうところの世界の話じゃないんです。北朝鮮による拉致問題があります。実は八尾市からも昭和62年6月6日尾上美久乃さんという当時20歳の女性が特定失踪者問題調査会の調査により、北
北朝鮮に拉致をされているという疑惑を排除できない理由です。八尾市民ですよ、皆さん。すぐ私たちのすぐ隣でそんな事件が今起きてるんですよ。私は人権侵害で苦しむ人たちの命を守りたい。我が国がそのような将来を迎えるようなことがあってはならない。貫く信念で日本を守りたい、そう誓っております。皆さんどうぞ私に力を貸してください。会長会長どうもありがとうございます。維新全党すごく強いです。身を切る改革、私も大賛成です。身を切って切って予算措置をする。しかしそこに岸田政権、自公政権が掲げる成長と分配、経済を大きくしていくという概念が加われば素晴らしいと思いますが、これが実行できるのは私たち自由民主党だけなんです。先ほど来地方議員の先生方から過分な地元対応のお話を頂戴いたしました。20年この大阪14区で育てていただいた他のどの候補者よりも私が一番大阪14区を分かっている。皆さんから誰よりも育てていただいたのは私長岡が一人です。どうか皆さん本当に厳しい選挙戦です。大阪14区の有権者の皆様に私の思いが最後の最後まで届くよう全力で頑張りますので、どうか周辺から力強いお支え、激励、エネルギーをください。そして私を与党国政団長に送り返してください。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それではもう今日は金曜日、お忙しい中長尾隆のために駆けつけていただきました。自由民主党政調会長の高石早苗先生より長尾に対しての頑張れというお言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願い申し上げます。よしの皆様、そして大阪14区の皆様、こんにちは。自民党政調会長の高市早苗でございます。日本を守る高市早苗、未来を開く長尾隆、一緒にこれからも働かせてください。まずは皆様にお願いを申し上げます。もう選挙戦今日と明日になりました。まあ、こんな中で政調会長が来るということはどういうことか。今日私は8カ所、8選挙区を回ります。その中でもう最後の2日3日党三役が行ってもいいのはプラスマイナス 3% 以内で競ってる選挙区だ。まあ、それぐらい厳しい戦いを長尾さんは走り続けてまいりました。そして私にとっては何よりの恩人です。私が自民党総裁選挙に立候補すると決めた時にまだどの派閥も誰を応援するか決めてない、そんな時にどんなに頭を下げても無派閥の私をもう真ん前に出て応援してくれる、そう言ってくださった方がなかなかいない。そんな中で長尾隆さん、最初から最後までこの選挙の準備で一番大変な時期にずっとずっとずっと毎日支え続けてくれました。ほとんどの国会議員が自分の選挙区に散って、まあ、たまに選対会議に出てくる、そんな状況の中で長尾さんは私
の総裁候補としての一律の日程でどうやって私を演出するか、すべて長尾さんが組み上げ、毎日毎日一緒に戦ってくれた。本当に選挙の準備でみんなが一番忙しい時に長尾さんが頑張ってくれた。私はもう長尾さんに申し訳ない気持ちと、そしてそんな長尾さんの努力のおかげで自民党国会議員の票第2位というところまでなんとかたどり着くことができた。心から心から長尾さんに感謝しています。だからこそ皆様にお願いします。私のせいで、私の総裁選挙のせいで長い長い時間を東京にとどまって一緒に戦ってくれたその長尾さんも落っことしたりしないでください。政府の中でも有用なポストで働いてきた。そしてこのものづくりの町八尾市のためにも懸命にホースに縛って働いてきた。そして強い主張を、すごい影響力を党内若手の中で持ちながら頑張ってきた長尾さんです。なんで何の義理もないのに一緒に飲みに行ったこともありません。全然友達じゃないのに高市早苗を応援してくれた。長尾さんの理由いくつかあります。でも一つはやっぱり強い経済を作ろうよ。もう一度日本は力強い国として立ち上がる。私は積極財政を訴えています。でも日本には今高齢化が進んでいるからもう成長はしてない、こういう主張をする人がいます。もうそうじゃありません。非常に強い技術力を持った、そして勤勉に働く素晴らしい方々がいる中小企業もあり小規模事業者もあります。まだまだ日本は伸びていく。新しいデジタル技術を十分に活用しながら、そして優れた人材をしっかりと抱えながら日本はまだまだ成長していける。私はそう確信しております。特にこの選挙が終わったらすぐが勝負です。まず自民党公明党の連立政権としては何としても補正予算きっちりと組み上げる。まずはコロナで傷んだ日本経済を立て直す。そのためにこれまでできた宿泊業であったり公共交通であったり、そしてまたお土産物屋さんだったり、あと飲食店だったり、本当に目に見えて困ってるな、こういったところにしか支援が十分に行き届いてなかった、まあ、それも支払いが遅いという苦情が殺到してました。この後は違います。業種を限定せず、地域を限定せず、事業規模に応じたしっかりとした事業を継続、そして事業を再構築するための支援も今回の補正予算に盛り込んでまいります。そして本当に生活にお困りの方、コロナ禍でもう出勤しなくていいよと言われてしまった女性たち、そして十分な手当を受けられなかった非正規雇用の方々、そしてまた子育てで大変な中で十分な収入を得られなくなってしまった家のローンを抱えてらっしゃるお困りの方々、そして大学生の方々、アルバイト切られて食べるものもないよ、学費も払えないよ、本当に困っている方をまずみんなの力でお支えする。そして中小企業、小規模事業者、これは私たちの雇用を支えてくださっています。一人一人の方々が働く場所がある。毎日毎日今日は頑張ろうと思って出勤できる場所がある。それがとっても大事なことです。しっかりとお伝えしてまいります。そのための補正予算案、岸田内閣でどういう補正予算案を組んでくるか分かりませんが、しかしながら自民党政調会としては厳しく審査をさせていただきます。各役所が当選者でなかなか取れないものをぶっ込んできたり、そんなことに大切な税金を使わせるわけにはいかない。まずは日本経済を立て直し、本当にお困りの方を助けるための補正予算を自民党の政調会が了解しなければ閣議決定もできないんですから、しっかりと審査をさせていただき、その前に長尾隆さんが絶対に必要です。
ごい突破力と発信力ありますから、ちょっと怖いですから、長尾さんに何か言われたら逆らえないという空気が充満する不思議な男でございます。ですから自民党の政調会で大声を張り上げていただく、そして政府が出してきたものであっても、ここは不十分だ、まあそう思ったらしっかり声を上げていただく、そのための長尾隆さんも絶対に私のそばに必要でございます。そして成長への種しっかり撒いていきましょう。日本には世界に誇るたくさんの技術があります。ロボット分野世界一、世界シェアナンバーワン、世界の4大ロボットメーカーの中の2社は日本メーカーです。そして素材産業、工業用素材非常に強いです。今不足している半導体だって主要技術がほとんど日本に揃っている、あとはナノのチップだけ、これが作れない。でもここはしっかりと対応する、研究開発投資を行う、まあ、こういった取り組みもやっていく。そして日本の中小企業に眠っているさまざまな優れた技術のチーズがせっかく開発したのに製品化されない、なかなか世界に向けて発信できない、こういった技術を拾い上げてしっかりと製品化する、サービスにしていく、そしてそれを国内市場、そして世界市場に展開していく。やっぱり大変なのは資金繰り、まあ、ここも成長投資としてしっかりと支援をしていきます。そして中小企業で一番困るのが事業承継の時、先代からじゃあ次の人が引き継ぐ、この事業承継の負担を減らそうということで、これまでも自民党一生懸命改革をしてまいりました。でも今困ってらっしゃるのは先代がやっちゃった個人保障、これを引き継がなきゃいけない、いやそれはちょっと無理でしょうという話になってます。この個人保障ゼロへ、もう引き継ぐとこには個人保障っていうのはもう引き継げなくていい、まあ、このための制度をしっかりと作ってまいります。多くの日本のほとんどの企業は中小企業ですから、ほとんどの方が中小企業で働いていらっしゃる、働く場所がしっかりある、そして企業が成長する、そういう姿をしっかりと私たちは作ってまいります。そして長尾さんが一生懸命頑張ってこられた経済安全保障、今回は自民党政権公約の一本の大きな柱として打ち出させていただきます。経済安全保障1丁目、私たちのつけてるマスク、去年の1月7割が中国からの輸入です。止まっちゃったらもうどうしようもなかった。中小企業の方、大阪の中小企業の方も一生懸命マスクや飛沫防止のためのアクリル板作ってくださいます。こういったもの、衛生用品ですらすぐに手に入らなかった。そしてそのうち医療用ガウンが足りない、注射器が足りない、人工呼吸器が足りない、こういった状況が起こって、サプライチェーンを強靭化します。まず私たちの生活、産業、医療、衛生、こういったものに必要な物資、重要な物資は日本国内で製造してもらえる、その環境を作ってまいります。今は海外に展開している企業も多くございます。でも中国も含めてカントリーリスクは高まっている、いろんなややこしい法律ができていつどうなるかわからない、もう今日本に帰ってきたい、そういう企業も増えてきている。そういう企業が日本に帰ってくるときにしっかりとした設備投資の支援を行っていく、こういう取り組みも私たちは進めてまいります。できるだけ必要なものは国内です。で、食料安全保障もそうです。食べ物なくなったらどうしようもありません。しっかりと農林水産業も育てていく。そしてまた経済安全保障2丁目ということになりますと、これは私たち日本人が汗水垂らして一生懸命開発した大事な技術、特に耐熱素材の技術、日本は世界一、そしてスクラムジェットエンジン、日本は素晴らしいものが作れる。でもこれらの研究所や大学、企業、こういったところに中国の研究者がやってきて、よりによって日本の私たちの税金の課金を使って研究をして中国に帰っていく、どこに帰っていったか、帰っていった先は日本のインテリジェンス機関が一つ残らず把握をしています。多くが国防7党、向こうの
の国防政策に関わる大学が極超音速兵器を研究している研究所に帰っていて、サイネス阻害技術もスクラムジェットエンジンももしかしたら私たちの命を危険にさらすかもしれない兵器に転用されている。もう極超音速兵器撃たれたら終わりです。大気圏外まで出たら現地に行きます。でも大気圏の下低空を飛んでくる、検知できない変則的な軌道で飛んでくる、でさらにはマッハ5以上で飛んでくる、これを迎撃する技術は今日本にありません。私たちの命を危険にさらすかもしれない兵器開発は私たちが汗水垂らして平和な暮らしのために、そして生活を快適にするために研究開発した技術が流れていっている、これを何としても阻止しなきゃいけない。そうすると海外から入ってくる研究者のスクリーニングしっかりとやらせていただきます。そして特許を何もかも公開する、そんなバカなこともありません。北朝鮮軍が見ている、中国人民解放軍が見ている、日本人が汗水垂らして開発した技術を全部公開するんではなくて、基礎技術これをきちっと指定して、でそれらは非公開特許にする、こういう制度を私たちは力を合わせて構築したい。私は和田岡さんと共に日本を守るために戦います。そして日本の素晴らしく美しく強く成長する国日本を作るために長尾隆さんと一緒に走り続けます。皆様、もう今日と明日しかありません。もう最後の私のお願いでございます。明日は私は九州を回りますので、もう大阪には参れませんので、本当に最後のお願いでございますが、今日長尾隆さんから聞いた話をまずはお家に帰ったらご家族にしてください。会社の仕事をちょこっと抜け出して来てくださった方は同僚の皆様に長尾さんから聞いた話をしてください。そして今日もう金曜日ですから、できましたらお取引先の方にまで電話をしてから差し上げてください。それから明日土曜日です。皆様のお勤め先もお取引先ももしかしたら閉まっているかもしれない。だから明日は今年いただいた年賀状や写真2枚作ってみてください。でどうか長尾さんのことまだ頼んどらんなと思われるお友達に電話をかけてやってください。私は奈良ですごい普通の子供働きのサラリーマン家庭で育ちました。父はメーカーで営業してた、母は奈良県警で働いていました。で、そういうすごい普通の家っていうのは市議会議員の本物を見たことがなかった。自分が選挙に出るまで市議会議員の先生が家に訪ねてくるとか、まあ、何かで顔を見るってことはなかったです。で、選挙の時もほぼ誰からも電話がかかってこない、つまりいろんな政治家の講演会程度に入ってない、そういう普通の家庭で育ちます。で、1回だけ電話かかってきます。県会議員の選挙があります、奈良県で。その時に私の高校の先輩だという人から誰々さんに入れたってやという電話一本、初めてかかってきた、我が家にかかってきた最初で最後の一本。うちの家族は父も母も私も何も考えんと、どうも電話かかってきた人の名前を書きました。まあそういう家も結構あります。ですからもうとにかく大阪の人間の強みは言いふらすとこです、しゃべくりです。もう皆さんのこのお口でもう今日と明日長尾隆史よ、長尾隆史どうやるやと、長尾隆史ここはおれへんのと、むちゃくちゃみんな困るんやで、日本も困る、そして地元も困る、そういう話を言いふらしてやってください。心からお願いを申し上げます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。私の方お願いします。ありがとうございました。一本前に並んでいただいて、並んでいただいて、それでは地元の市会議員松田紀之議員より頑張れコールをいただきたいと思います。皆さんこんにちは。
で、ただいまご紹介を受けました八尾市議会議員の松田です。高市政調会長のホームページを見るとこう書いてます。国民の生命財産を守る、そしてまた国土と資源を守る、国家の主権と名誉を守る、まさにこれはここにおられる長尾候補の思いを同じくしていると思います。今回非常に厳しい選挙です。でも私はこの国を守れるのは自由民主党しかないと思っています。この自由民主党から星の火を消さないでいただきたいんです。皆さんの力でこの自由民主党から星の火しっかりと投下してください。よろしくお願い申し上げます。それでは頑張ろうとさせていただきます。それでは左手を腰に、右手を右耳にギュッと握ってください。そして感覚のない方は真上に引き上げてください。私が頑張ろうと思います。よろしくお願い申し上げます。長尾候補の勝利を目指して頑張れ！お忙しい方、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。本日は皆さん、暑い中、またお忙しい中、本日は長尾隆、また皆さんのお声をしっかりと長尾を胸に決めて、あと2日間頑張ってまいります。どうか皆さんの温かい輪を、長尾、最後までというお言葉